おはようございます。おはようギミックということで、今日も始まりました。お盆ですね。お盆ですけども、今日も元気にいきたいと思います。スペードギミック。はい。もうお盆ということですから、ね、死者が帰ってきますから。そうですね、我々もマジックという力でね、いろんな死者を。ほんますね。蘇らしたいですね。そうですね、本当に。髪切りましたね。あ、髪もね、切れていくんです、僕は。切れていく、はい、どういうことですか、まあ、切れていくって、まあ、毎月に大体こう10日近辺で切れていくんですよ、ね、ああなるほど、うん、便利ですね。そうなんですよ、いいですね、そういった意味では。いいです。行きつけ の美容室行って切れていく、切れていくんですけど、あ、はい、スペードギミック、この番組は、全てのマジシャンをね目指す全ての方たちを応援し、そして新しい、うん、スターのマジシャンを発掘していこうという番組になっております。お盆ですけども、うん、今日もね、よろしくお願いします。最後までお願いします。ということで、今週あれですか？もう乗り過ごしみたいな。あ、もう怖くて寝れなかったです。本当怖くて。そうですか。結構ちょっとうとうともなってましたけども、はい、もうそんなんもう。いいじゃないですか。怖いっすわ。寝ていきましょうよ。いや、怖いっす。しかも今日乗ったのが、うん、南栗橋ですか。もうえらいとこまで来た。いや、もうほんま怖いと思って大丈夫でした。なんとか。もう結構やっぱり空いてますね、電車も。もう全然もう立つことがないぐらい。そう、全然空いてましたよ。もうだからすごい快適に寝れそうな雰囲気で、あ、バンバン出てましたね。今日もね、マジシャンの方、プロマジシャンの方も紹介していきますし、まあこれからね、激アツトークを繰り広げていきたいと思いますので、うん、最後まで見ていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、まあこのね、お盆ということで、皆さんも、ひょっとしたらね、実家から見てる方も、見てる人もいるんじゃないですか、おられるかなと。仏壇の前から見られてる方もね、いらっしゃると思うんで、はい、僕も実家帰りましたので。あ、本当ですか。はい、3日間ほどですけど、パッと帰ってきましたけど、ね、なるほど。はい、どうでした、実家は久しぶり。いやね、おかんがかなり痩せてましたね。それはどう大丈夫かな思って。でも年々こうね、そうあのちっちゃくなるって言いますから。そうです。関西暑かったっす。大阪暑い。暑かったっすね。なるほど。はい、今日も、頑張っていきますので、よろしくお願いします。